はい、それでは栄冠9続きやっていきます。うん、お、夏の県大会初勝利おめでとうございます。ありがとうございます。お、校長から贈り物が癒し系 CD。 昨日の試合が新聞の小記事に載っていました。はーい。あ、スクラップブックの説明をまだしていませんでしたね。もし私たち野球部のことが新聞で取り上げられていたら、その部分を切り取ってスクラップブックにまとめておきます。注目度の低い試合だとスコアしか載りませんが、甲子園での試合なら全国紙の一面で大きく取り上げてもらえるかもしれませんよ。まあ、これで評価が上がると新人がね、強い子が来るって話だよね。大会が終わった後や年度終わりなどに見て振り返ってみてください。ただ新聞記事は年数が経つにつれて徐々に汚れていって、だんだん文字も読めなくなっていきます。20年経つと完全に読めなくなってしまい、記事を捨てるしかなくなってしまうので注意してください。でも20年先も続いている野球部で会いたいですね。はーい。データ画面から見ることができます。うん、いいよ。よし。七夕、願い事か。みんなの野球が上手くなりますように。どうだろう、よしみかな。相手は、相手わかんないか。オーダー変更。からしま、まあ3年生だからな。ちょっと待って、調子悪い選手は外したいね。まあこれでいきましょうか。頂点に駆け上がるのはどのチームになるんでしょうか。地区大会2回戦の模様をお届けいたします。一塁側東北、三塁側沖縄。観客に見送られて守りに散りました。ご覧のスターティング沖縄はさすが強い D か、 D のチームか。東北勝ち越しのチャンスです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で、よしみ、よしみ。マウンド上ピッチャーは近藤。第9球投げた、初球空振り。よしみ、どうだ、エンドランでちょっと揺さぶってみるか相手を。1球目空振りからランナースタートを切った。いいよ、いい、帰ってこれる。2塁ランナー3塁回ってホームに突っ込む。東北1点リードに変わりました。2対1。いいね。東北追加点のチャンスです。ツーアウトランナー二塁という場面でバッターは3年生吉見。第9球ストレートはボール。まずは低め、うん、ゆっくりね、自分のペースで。第2球投げた、ボール。間合い見ていけ。第3球を投げた、ボール。いいよ。第4球を投げた、打ちました。うん、ってこれで3アウトチェンジ。東北2アウト2塁のチャンスでしたが得点できませんでした。序盤、いやー、渋い試合してんな。という場面でバッターは1年生萩原。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。
さあ持ち前のくせ者ぶりを発揮するのか。第9投げた打ちました。いいいいナイス進塁打になりました。さあチャンスが広がって三木東北一打勝ち越しのチャンス。どうだろうな、ここが使うところなのかな、ちょっと早い気がするな。第9投げました。1球目ストレート空振り、思いっきり行け。投球これから2球目ボール低め。投球は3球目投げました。打ちました。おおほほほほ追い込んでから投げました。いい、これで3アウト。東北三塁までランナーを進めましたが勝ち越しよかったよかった、捉えてたよ。4回までが終了しまして2対2です。あいや守備か。東北ここで勝ち越しを許すわけにはいきません。ワンアウトランナー一塁二塁という場面でバッターは2年生関本。今日はショートゴロとセカンドフライ、マウンド上は金島。第9投げました。初球はストライク、まずは入れてきました。投球これから2球目、2球目ストライク、もう追い込んでいます。さあここはゲッツーシフトを敷きます。インコース引っ張った、うわ抜けた、やばい長打。2塁ランナーそのままホームへ向かった。東北勝ち越しを許します。関本タイムリーヒット。東北なおもピンチが続きます。そうね、第9投げました。初球決まってストライク、初球ストライクからバントしてきた。スクイズか、取った。スクイズ決まった。沖玉さらに1点追加、4対2。ここまで2安打の八幡。第9バッター勝負、ストレートはボール。投げた、ボール。第3球を投げた、カットボールはボール。外角へ、そうか。投げた、打ってきた、抜けた、うわ抜けた。関本一気にホームへ。5対2。まだか。いや、辛芝ここはもう勝負してけ。投げた、初球シュートは空振り。投球これから2球目、打ちました、抜いていった。バックホーム間に合うかどうか。矢吹いいバッティングを見せました。東北なおもピンチが続きます。勝負してけ。投げた、初球から打ってった、アウト。よしナイス。5回の表が終わって5対2。お疲れ金島、この回さらに3点を失いました。金島降板、マウンド上ピッチャーは徳田。今日2番手としてマウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。ちょっと失礼。さあ戻ってきました、宅急便がね来ましたね。第9打ちました、初球打ち、よしアウト、スリーアウト、ナイス。2塁ランナー赤津残塁に終わりました。6回の表が終わって5対2です。攻略できそうな雰囲気あるけどね。東北追う展開で迎える6回です。今日は安打を放っています吉見。投げました、初球空振り。早いな。第2球、球数そう投げさせたいんだよな、制球良くなさそうだから。第3球を投げました、アウトコース空振り。でもどうだろうな。第4球を投げました、低め。あ東北追う展開で迎える7回です。ワンアウトランナー1塁という場面でバッターは3年生藤崎。第9投げました、初球いい、ああ大丈夫だ。今拾った、2塁フォースアウト、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。ラッキーボーイ、さあラッキーボーイの
本領を発揮してほしい。第9球投げました。アウトローを見送ってストライク。第2球投げた。よし、いい。藤崎二塁回った。藤崎三塁です。と中平ナイスバッティングです。さあチャンスを広げています。二ベ。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。二ベ。第9球ストライク。第2球ボール。第3球頑張れ2ベ。3球目からバッター追い込まれました。ちょっとタイミング外されてんな。第4球を投げた。ボテボテのショートゴロ。いやまあわからんわからん。アウト。スリーアウトチェンジ。東北結局ランナー2人残塁。7回までが終了しまして5対2です。沖玉リードで迎える8回です。ノーアウトランナー1塁という場面でバッターは3年生浅場。今日はここまで4打数2安打2三振。見送ってストライク。よし、まずは決めてきました。第2球投げた。決まった。ストライク。いえ。第3球を投げた。シュートはボール。内角高め。第4球は低め。ボール球打った。おわっと抜けたか。浅場いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。第9球投げました。内角へストライク。おお、ちょっと甘かったんじゃないか今。1球目ストライクから第2球あっちゃー。伸びていった。あっちゃー。大丈夫だ。まだまだコールドではないわ。バッターは3年生赤津。じゃあもう楽しんでいけ。まずは決めてきました。第2球投げました。フォークボール空振り。これで追い込みました。楽しんでいけ楽しんでいけ。投球はこれから3球目。打ちました。よし、藤崎掴んだ。一塁送球ナイス。大丈夫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 。記録はヒットです。第9球投げました。高め際どいボール。一塁牽制。一塁タッチセーフ。さあ次の投球ボール。第3球を投げました。見送ってストライク。次は4球目投げました。見送ってストライク。おーいいよ、球走ってるよ。第5球投げた。打ちました。いい当たり。クリーンヒット。ボールが転がる。ボールは中継。バッターランナー。おナイス守備。関本ツーベースヒットを放ちました。ピンチを広げてしまいました。まあいいかは入れましょう。右の長川マウンドに上がりました。長川でした。これで全ての投手を使い切りました。期待しましょう。注目の投球です。第9球投げた。インコース高めストライク。もう走ってるよ。三塁へ牽制を送ります。タッチはセーフ。三塁はセーフ。これも空振り。これで追い込みました。投球は3球目投げた。打った。いい。持っていきましたが掴んだ。バックホーム。玉田レフトへの犠牲フライ。沖玉さらに1点追加。9対2。9番ショート矢畑君。第9投げた。初球空振り。インコースのボール球を振らせました。初球空振りから見送ってボール。第3球はボール。第4球はストレートはボール。第5球投げた。直球見送ってフォアボール。打順はトップに帰って近藤。第9球投げました。決まってストライク。いいよ、試してけ試してけ。さあ次の投球
まっすぐ見送ってストライク。さあ、ツーストライクと追い込んだ。第3球を投げました。あーっと、ショーフライになった。二塁ランナー三塁へ向かう。一塁アウト。送りバントが決まりました。東北なおもピンチが続きます。うん、バッター勝負、バッター勝負。投げました。インコース高め、ストライク。1球目空振りから第2球。これもしかし、よー、タイミング外してるよ。追い込んで投げました。打った、ファールボール。第4球を投げました。ストレートはボール。うん、投げた、高め。よし、三振に仕留めました。8回の表が終わって9対2、沖縄リードを7点としています。8回の裏、東北攻撃に入ります。先頭バッターは羽生。3年生は表示切り替え、何年生は出ないのか。1年か。じゃあ小石かな。ピンチヒッターは小石。持ち前の強心臓が力を発揮するのか。投げた、おっと、デッドボール。おお、デッドボール。よしみ、今日はここで参加する。おい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 、やめてくれよ、そういうのは。代打は柳中。東北代打構成に出ます。さあ、持ち前の癖物ぶりを発揮するのか。初球打った。おお、抜けた。ボールは中継。柳中、ナイスバッティングです。さあ、チャンスを広げました。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。初球空振り。いいよ、打ってけ打ってけ。第2球投げた。2球目ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げた。外角高め、あーちゃー。長川3球三振に倒れました。バッターは代打、柳木。さあ、究極の思考が今解き放たれようとしています。初球を打った。ターゲッツーになるか。あーっと、初球それた。いいよー。一塁はセーフ、一塁はセーフ。併殺失敗。ピンチヒッターは今福。東北続けざまに代打を起用してきます。さあ、ラッキーボーイの本領を発揮することができるか。初球スプリット空振り。タイミング合いません。初球空振りから第2球、またも空振り。インコースのボール球に手が出ました。第3球は1球外した。次は4球目、投げた、ストライク。うわー、東北、今年の夏はここで終わってしまいました。残念ながら2回戦で敗れました。いやー、まあでもよく頑張ってくれました。なんたってエラーゼロで終わったっていうのがね、いいですよ。頑張りましたね。え、まあ打たれちゃいましたけど、やりきったでしょね。え、うん、もう胸を張ってね。そう、負けたけどね、胸を張って帰ろう。はい、負けちゃいました。あ、これで3年生が引退だね。あー、まあ一応セーブは。うん、あー、自動でね。ああ、まあどうぞどうぞ。ああ、でも中断か。いや、アップデートしたからな。はーい、夏は終わった。いやー、誰だろう。よだ、
育成方針は守備投手力重視、まずこれが基本。まああれが整ってきたら走力とか打力だよね。そう、始まったばっかりですよ。ああ、スクラップブックね。スクラップブックはどんな感じなん？ああ、こういうことか。ピヌ山新監督公式戦初勝利。まあ投手力かな。投手力は欲しいな。あと経験？まあでも全体的にもう伸ばしていかないとダメだからな。ホームシック励ます。あとは次秋か、秋の大会か。うわー、赤がすげー重なってんな。うん、練習試合ね、大事なんだよな、練習試合の申し込み。合宿あるな。合宿前に練習試合しますか。沖玉高校、問題なし。よし、うん、まあ練習試合はね、ちょっと駆け足気味で見てもいいんじゃないかなと思ってますが。まあオーダーもいいでしょう、このままで。はい、いいよ。よし。まあね、自分たちの問題点にね、気づいていけ。おお。ナイスバッティング。よかった、よし。あーっと抜けた。おー、起きろ。ナイスナイスナイス。間に合わないか。ノーアウト二塁。
やもう勝負しろ。よーし、打ち勝った。赤堀4番打たせてみよう。もうちゃー、ツーアウト1、3塁。うわー、綺麗に抜けた。肩強いな。まあこの回はね、投げさせましょう。うーし、ナイス。ワンアウト1、3塁。これは強心臓だね。よし、いやー間に合い、よし、それた。ようだ。おーよー、ホームラン。キャプテン逆転、キャプテンの一発で逆転。ちょっとスタートが良くなかったね、走りのね。エイカは抜けた。打たせろ打たせろ。よっ、ナイスショット。4番か。真っ向勝負してやれ。いやー落下点見事に割られましたね。まだちょっと気を抜くか。まあここは耐えてほしいね。おっとっと、大丈夫大丈夫、間に合う間に合う。はーい、いないか。お、抜けた。大丈夫だ。よーし、進塁だ進塁だ。よーし、あー走ってなかったか。いや、エンドラン間に合え、やったー。いやいやいや、まあでもね、
沖玉高校戦ってもそんな怖くなかったでしょね。このね、短い間で力ついてきた証拠だから、まあ、今回もね、エラーなかったしね。うん、まあ秋ね、秋が本番だからね、これからも頑張っていこう。はーい、という感じで、まあ能力も上がって、合宿だね。合宿楽しみっすね。あちゃちゃちゃ、信頼度落としちゃった。なんとかフォローしたね。お、機材交換券、これはいいじゃん。あー、マッサージチェア、あれ獲得した、あ、設備これかあるね。うん、まあいいんじゃないか。うん、さあ合宿だ。今日から夏休みに入ります。宿題練習に大忙しですが、選手たちを大きく成長させましょう。ね、守備職人は多い。多いって何？大きいよね。あー、でもこの辺だね。覚えろ、何か覚えろ。よしよし、あれ大事なんすよね、あの特殊能力ね。あちゃ、覚えない。あー、キャッチャープラス2も欲しいなー。キャッチャーか、覚えろ。覚えない。いや、キャッチャーだなー。お、キャッチャー B、 こういうのはでかいんだよ。最後、総合練習かな。今服覚えろ、何か。お、対エース丸。よーし、オッケー。さあ、8月です。まあコントロールついてるけど、まあ子宮病がね持ってるからね、まだ請求だな。うーん、柳もそうだね。今服もうちょっと、田原はこれは補給、補給、補給。うーん、彼は G をなくしたいから総力。ヤヌキ、これも総力か。で守備、あー、夏の甲子園ね。もう秋が始まったのかと思ったわ。ああ、グランドレベルが下がった。早く黒土にしたいよね。守備連携。
いい、結構上がってる。特訓？あれチャンスなんだよ。いや、今服こ、1年生はね、鍛えておきたいよね。今服、盗塁 F、キャッチャー B、でかいよ。難しさ、威圧感、チャンスメーカー、フォーム、刺繍。どれしよう。ミート G か。チャンスメーカー。お、ものにした。1。ああ、来ない。1来ない。2年生。何鍛えよっか。走塁プラス1ね。守備はいい感じだから、初球丸。ああ、ダメか。いいね。5が多いな。よし。3で出てこい、特訓出てこい。出てこない。アンダー18もあるんだ。すっげえ早かった。すげえ上がってんじゃん。大成功。まあ、ゴマ水でもね、レベル上がるのはいいことだよ。練習休みで。9月。制球上がってきた。どうだ。とりあえずスタミナで、徳田スタミナ、エイカは制球で、これで谷中をミートかな。今福補給、小石補給、補給もうちょっと。で、萩原はこれでミートで G をなくす。矢抜きもそうだね。新村は守備だね。
はい、秋の県大会ね。お、守備連携。まあまだオーダーも何もないからな。小石田原、与田、羽生、谷中、谷中、高木、あと他。ちょっと能力がね、微妙っちゃ微妙だな。坂田北高校評価 B。 マジか、思い切っていくか。思い切っていこうか。目標はコールド負けしないことかな。お待たせいたしました。球児たちの熱いドラマが今始まろうとしています。第1回戦の模様をお届けしてまいります。一塁側東北、三塁側坂田。観客に見送られて守りに散りました。先発メンバーはご覧の通り、すげえ鍛えられています。総合戦力でも C だったね。右の岩川マウンドに上がります。今日は、はい、1回の裏1点を追いかけます。東北攻撃に入ります。トップバッターは小石。いやちょっと今回は飛ばし気味でいいかな。ファーン打ちました。岩川ボールを掴んだ。タッチアウト。東北おー抜けてもおかしくなかった。1点入れたいか。おー消えた。あーっと消えた。よし、よく見た。これはもうクセモノしていこう。お任せだ。おーあーはは、スリーだー。びっくりした。叩き込んだね。びっくりした。これ今攻略しがいがあんのか。さあ思考を研ぎ澄ませていきます。直球空振り三振。矢抜き全くタイミングが合いません。4回。まあ来ました。三遊間の当たり。サードから一塁送球。おーっとセーフセーフ。
じゃあ意外と頑張ってんな。おお、抜けた。センターバックホーム。与田、いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。これはお祭り男だ。お祭り男の本領を発揮することができるのか。任せる。これ高速でも俺は結構楽しめんな。もうちょっと飛ばしたかったね。前に飛ばそう。よし、抜けろ。あっちゃー。いいよ、でも満塁のランナー3人残塁。5回までが終了しまして、まあでもねえ、前線してますわ。さあ、持ち前のくせ者ぶりを打ちました。引っ掛けた、取ってアウト。スリーアウトチェンジ。東北、ああ守備か。いや、もういいよー。これで2アウト。ランナー坂田、ダイソーを送ります。岩谷、2塁に入りました。バッターは1年生、ピッチャー返し、抜けた。綺麗に抜けた。岩谷、3塁回った。おお、でも強肩だな。追いつかれてしまいました。3対3。さ、いいよ、自分の実力試していけ。ああ、抜けそう。逆転か。東北、ここで勝ち越しを許します。4対3。打ちました。初球、ピッチャー返し、抜けた。ちょっと連打すぎるな。ちょっと連打がすぎるな。ヘトヘトか。でも投手いないんでしょう。いる？いるな。徳田、降板。マウンドに上がったのは長川。東北、これでベンチ入りピッチャーをすべて使い切りました。に代わりまして、長川君。おお、あった。なんで打ちました。ツーベース、抜いていった。ライトバックホーム。坂田、さらに1点追加。今井、タイムリー。東北、なおもピン。いいよ。小石、そのままベースに入ってスリーアウト。7回の表が終わって6対3、東北3点をリードされています。うん、さあここは守備を変えてくるようです。東北、この来ました。ちょっと弱いか。今、軽快な守備を見せました。これでワンアウト、ランナー。エンドランかな。いやー、いい。1点返せるか。鮮やかなヒットエンドラン。これで、犠牲フライ狙いのホームラン。その通り。同点。これあるんだよ、パワープロ。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。でもホームラン打てるチームになったんだ。ワンアウトランナー一塁という。長川は、どうだ、流し打ちでいいかな。ゲッツー。ならない。ダブルプレーはなりません。岩川、降板。ここでマウンドに上がったのは三井。今日2人目のピッチャーとして登板です。今日はバッターは、ここまで来たらなんかもう勝ちたいなっていう気持ちはちょっと出てきたな。しました。ファーストの正面、青山、一塁踏んでアウト。スリーアウトチェンジ。7回の裏が終わりまして6対6、東北同点となっています。小石、
初球を打ちました。キャー。三井ボールを取る。一塁へ送る。アウト。なんか経験積ませるためにもう一試合ぐらいさせたいもんね、秋のうちにね。表の守備。いけまあゲッツーはできない。東北ピン。今日は安打を放っています。バッターの青山。東北スリーバントだ。ボールはキャッチャーの前。キャッチャー取った。飛び込んだ。よし、見せましたが、ここは及び。バッター勝負、バッター勝負。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。ネジ伏せろ。わあ、ネジ伏せられた。されてしまいました。坂田、貴重な1点。7対6、最大タイムリーツーベース。来ました、ファール。来ました。お、大丈夫。これで3アウトになります。9回の表が終わって7対6。行くぞ、逆転行くぞ。東北、この回は上位だ。持ち前の熱血が力を発揮することになった。ここはちょっとゆっくり見ようか。第3球は3球目ストライク。でもなんかゆっくりすぎるように感じんな。ポンポン行った方がいいか。おっと、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2年生ヨダ。ヨダ、さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。初球を打った。おっと、三井掴んだ。タッチアウト、スルーアウト。もう全部振ってけ。お？うん。勝負。おお。いい、狙いは良かったよ。取りました。もうちょっとでホームランだった。東北、初戦で敗れてしまいました。残念ながら散ってしまいました。いやー、でも前線したよ。あと少しだったわ。いいいいいい、強豪相手にここまで追い込んだってことは胸を張れね。えホームラン2本も出たんだからね。はい、初戦敗退ではありますが満足してます。うん、まあでもこの辺で終わりにしてもいいけど、どうしようかな、もう少しだけやろうかな。12月、まあ理想はね、年明けぐらいまで行きたいね。おーい、外野手あれか、肩も必要だからな。そっか、お、来た。うん、チャンスなんだよね。小石、小石打てる人間にならせたいな。ファースト、逆境。よし、ものにした。あれ、なんか逆境って確かいい効果あったような気がするな。そういえばなかったっけ。ああ、こういうのはね、出てきたら1年生がいいんだよ。1年生に、ああ、広角持ってる。まずは守備職人かな。ああ、ダメか。
行き来い、きたー、ナイス。今服か、今服ね。今服ムード丸、ムード丸もいいんだよな。ホーム死守、ホーム死守にしよう。あー厳しかったか、残念だ。それはうん、インターバル層、あーグランドレベル上がってきた。こんなに上がりやすかったっていう記憶はないけどね。今作の特徴かもしれない。10月、もうちょっとスタミナ、うん、スタミナ請求で、彼はパワー上げても面白いかもしれないけど、ミーと E にしときたいな。今服とりあえずミーと上げとこう。恋しい、一塁だからな、一塁だから補給は上げときたい。二塁も補給、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。ショート、うん、もうちょっと欲しいな。肩か。いや、守備だな。これも守備だね。肩も上げたいか。うん、まだまだ前途多難というか長い旅路な気がする。1年生行こう。奪三振つくと嬉しいな。奪三振行こう。あー来なかったか。案外あるときあるんだよね。おお、ついたっていうときあるからさ。まあでも来年の夏はちょっと楽しみだな。うん、お、好調。うん、これ選手の信頼度っていうのは見れんのかな。信頼度ある？信頼度は？わからん。終わってからゆっくり確認しよう。意外性がついてきた。投手力は欲しいな。いや、まだまだだな。なんかもう今のところ多分永遠できるくらいのテンションになってきたな。しかしあれか、やっぱもうワンランク上げたい。弱小から何そこそこ強豪ぐらいになるとだいぶね楽しいんだけどね。でも多分すぐ評価下がるかな。これは受けます。時間かかるけどね、試合があるってことは本当
いいことですからね。ポジティブシンキングを手に入れた。で、オーダー、まあこのままでいいか。オーダー自動ってなってんだっけ。関係ないか。試合前に連敗続きのチームに檄を入れた。まあね、まあ今は耐える時期だからな。腹減った。しかし腹が減ってきました。これ終わったら何か買いに行こう。投手戦になってんな。こっちはでもバカスカ打たれてるか。よし、ナイス。OK。投手なぁ、誰か入ってきてほしいなぁ。まあ入ってくるだろうけど、使える人がね。1安打。1安打で相手にすごい省エネピッチさせてんだ。よし、間に合う。くせ者。くせ者。なんか起きそう。何かを起こせ。おー、三振。引っ張れ。あー、残念。ゲームセット。まあ勝てないっすな。まあしょうがないっすな。どうしようかな。
いや、うちからは選ばれないでしょう。おお、あ、こういうのあるんだ。あ、あったな。ありましたわ。選ばれないですよ。名前がね、出てくるんだよね。選ばれてたらね。いやー、ないと思うよ。ま、うん、まだないわ。ヨダ。ああ、ヨダで、これいらないからスケジュール見直しして、うん、すげえ上がった。11月、良くなってきたな。あとは休息、これは請求、あっと請求、請求ミート、弾道かな。弾道も2は欲しいんで、で、ミート、ミートか。まあ、これもミートだね。守備力、まあ、下は、そうだね。あ、でも、弾道はでも2にしときたいわ。弾道1の子は弾道2にしときたいね。おーい。おー、ちょっと待って、練習指示は出さないけど。よしよしよし、お、練習試合来た。これ受けまーす。じゃあこう、あー、新入生スカウト。なんだこれ、初めて見た。あ、新入生をスカウトしに行くんですね。初めてのスカウトですよね。大丈夫、私が説明しますから安心してください。毎年11月から翌年の2月まで次年度に入学する新高校1年生をスカウトしに行くことができるんですよ。監督はまず行き先の都道府県を選びます。学校の評判が低いうちは地元の候補しかスカウトできませんが、あ、評判が上がるとね、いいと。また各都道府県には重視している育成項目があります。あ、打撃重視であればミートやパワーの高い選手が多いので、将来の4番候補が欲しい場合にはここを選ぶといいです。ああ、なるほど。まあ、ごめん飛ばしちゃった。まあ、地元だけでしょう。おー、あ、こういう大雑把なやつしか見えない。そうかそうか。市川くん、請求がいいっていうのもいいね。長打。あー、白倉。マルタ。あ、彼じゃないの。でも、いい子はまだ断られる可能性高いのか。まあ、そういうことだよね。新入生の履歴書。ああ、
アイテムね。うん。なくなることはありません。では今日は練習試合を見て終わりにしましょう。1年生にしようかな。2アウト1塁。いやーまあお任せでいいでしょう。おーい。ノーアウト1塁だったら送りバント。あー浮いた。抜ける。帰ってこれる。帰ってこない。ヨーダー、ヨーダーエンドラン、ヨーダーエンドラン。エンドラン。ダメやったわ。三塁。ああでも高木くん100球は投げられるようになった。ホームラン。うーん。ういし。速い球よく取った。抜けるか。あーちゃ。これはでもアウト取りたいな。取れる。よし。八裏。うん。九回裏の攻撃。そうね、誰か。ああ、一川はいいか。経験積ませたいなって思ったんだよね。おお、いいよー。三塁は狙えないか。いや、任せるか。いやー抜けた。1点返したいね。そうか。ファイト。犠牲フライホームラン狙うか。いったんじゃないか。いった、よし。釣り男、これは引っ張ろう。あーこれも、あーちょっと足りないか。揺さぶる。
あ、これ大事かもしれない。おお、落ち着いてた。得だ。うん、これで全員に多分経験積ませることができますね。あっちゃー。まあ結果的に意地を見せました。はーい。うん、まあでもそんなにあれか、そこまでなんか効率が良かったわけではないね。でこれはセーブして終了があるね。はい、ということで、今日やってきましたパワープロ2020の栄冠ないんですね。まあでも9月、10月の予定の動画とかもね、まだ作り切ったわけではないので、パワープロ毎日更新はちょっと難しいかもしれませんが、空いた時間見てね、動画作っておきたいかなっていう感じですかね。まあ目標は甲子園優勝。まあ飽きたらやめるみたいなノリでね、やっていきましょう。というところでご視聴ありがとうございました。それでは。